皆さんこんにちは、ペソでございます。麻雀大会 DS ですね、15回目やっていきましょう。ちょっとね、このステージ入ってからいまいち、まあ、いつも以上に考えさえてないまあ、2枚目のトンで、さあ、一応これはね、あ、積もられちゃった。あー、積もたんよ、いいペーか。あ、ピンフィーペーね、52ですね、1326ですね。あー、もう後付けか、やっぱりそんな気がした。どうしようかな。ほい。ほい。三度チュッソ。チュッソは2枚目欲しいね。ほい、これ勝負。羽満点だからね。積もれ。ああ、積もんない。よっしゃー。トイトイダブトン本一チュン。おやっぱねですね。後付けされたからね、半分は返してもらわないとね、半分以上ね、半沢直樹さんじゃないけどね、倍返し以上は。頭が痛いな、これ痛いな。
中へたみたいな。おりゃ。そうやな、そうなるわな。はい、トイトイシャーかね。ちゃんと白ドラ1ね、ザンク。シャボテンか。はい、リーチドラドラ7700でトップに立ったんじゃない。うん、ああ、背底か、後底か。いやいやいや、なんでもありや言うても。うわあ、
失敗した。取らないだから言っても別に。しょうがないね。あ、やっぱりトイメン持っとったね。やったね。両ピンか。これで終了ですけど、ちょいプラスかね。ただステージ成績としてはね、最悪でしたね今回はね。10位ですからね、マイナス10位。シーズン成績はね、まだまだダブルスコアなんですけどね。ひどかったね、今回は。はい、では、これでシーズン、何個目だろうね。もう、終盤って言ってたからね、次あと1回ぐらいありそうな気はするんですけどね。では今回はここでね、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。それでは、さよなら。